のこの6日のことをですね、はい、朝から、はい、ご自分がどうしておられて、はい、何が起こったか、はい、それをお聞かせいただきたいです、ね、はい、今学徒動員でね、8月6日の朝からね、市内電車に乗れたのは東海地いうところまでしか乗れなかった。それからね、多分歩いて観音町まで行っただろう思うんですよ。それで8時初めはね、三菱重工の中端部いて鋳物作るところへおったんですが、途中から会計課に配属されて、で部屋の中におったんですよ。でそこの事務員の方と朝話ししよったんですよね。でその時に女性事務員と話ししよったんですが、昔カメラ写真機打つ時にマグネシウムって真っ青なあれがあるんです。穴がねピカーッと光ったんですよ、真っ青なんがね。で、あら思ったらドーンと来てね、音がして、その事務員がちょうど後ろついたてがあったんですが、それとついたてと一緒に倒れて、私もね、その後のもう特に空襲があったら目こう目と口だけいうあれもずっと襲ったとですからね。それやったらね、これこっち指がズボッと入ったんですよ。痛くもなんともないんですよね。俺見たらこう血がついとったからね、あれ思ったらこうちょ今もあるんですよ、ちょっと気が取ったんですよ、これね。それで、あこ三菱の診療所で治療してもらって、終わったんが10時頃でしたかね。それからもう誰に言われることもないんですと、帰れることでね。それから歩いて帰ったんですよね。それから順番はあれですが、江場地区いうところへね、頃ずっと畑だったんですよね、頃は。それでそこをずっと歩いて帰ったらね、ちょうど油工場があって、そこに私らと同じような学童動員にとった子がですね、顔真っ赤にしてね、腹刺して、それでもう服がボロボロでね、私は部屋の中おったから何ともなかったんですよね。ただここをガラス切っただけのもんね。それで そうな子供とかね、から女の人もね、木がこうぐさっとこう胸立ってね、でそれを抜かずにとにかく一生懸命逃げるんですか、そんなのを光景して、ずっと街中歩いて、ね、帰るったんですよ。で一番ひどい光景見たのは住吉橋があったんですよね。あとだいぶ大きな橋だったんですが、もう人がゴロゴロゴロヘリ寝転んでね、俺みんなもう助けてくれ、水くれ、助けてくれ、水くれってね、私が歩きだったら、ね、足引っ張るんですよね。で、もう私、それどころで私も逃げるのが必死で、で、その日はもう、川の中へ飛び込む人もおりますしね。だから、小さい子やら、もう、とにかく、ゴロゴロおるんですよ。道端の足の欄干ね。で今に助けてくれ、水をくれ、水欲しかった、ものすごく水欲しかったですよね。
俺ずーっと江場から檜山下通って、ほんで今の広島駅の裏新幹線の方が全部東の延平城じゃったんですよね。ほんでうちはそれから今の西側の方ですから、ほんであちこち通って帰ったらね、段原の大正橋いうところの橋がもう燃えてね、渡れなくて、で暑いからあっこで水かぶってね、で今度は駅の方へ出て、で駅の方から今の後回し通って練兵場を通ったんですよね。でその頃もそこが避難所か診療所みたいになってね、こうテントを張ってね、負傷者がいっぱい転がっとったんですよ。でこの足を上げてね、で白い薬塗ってもらったりね、からそんなんがねずーっとテント張ってね。それから今度はずっと西行ったら、今の双葉中学のところ、まだ練兵場の端だったんですが、あの頃あの方双葉中学の方行くとね、今のもう掘ってね、それで上へトタンやって、で人を焼きよったの覚えがあるんですよね。それで家へ帰りついたんがね、朝10時出て家帰ってきたのが午後4時頃だったんですよ。今の学校の、マスの学校のすぐ裏の方へ家がありましたからね。で家帰ったらね、両親がおったんです。これ両親しかいません。私3人しかいませんからね。で両親はね、家はそうもなかったんですが、今の爆風でね、おそらくガラスがこのようになったと思うんですよ。もう顔をしだりね、大した被害じゃなかったんです。ともかくガラスでね、だいぶ浮かどったんですよ。でその晩は近くにね、畑が私も家を持ってたんですかね、そこへ避難して、山の畑で夜明かしした記憶があるんです。それからあの頃は家にみんな防空壕を作ってましたからね、防空壕を寝たり、それで山へ行ったりして、どのくらい明日ですかな、